包んでいた時だ。彼女の名はルーベール。戦前に活躍した藤田画伯などとも親交があり、片言の日本語を話した。アルベールの家族は誰もが優しく思いやり深く接してくれた。私は我が家にいるような安らぎを感じ、言葉では言い表せないほどみんなに感謝した。何もお礼をすることができなかった私は、全ての感謝の気持ちを込めて彼女とその娘さんの絵を描いたのです。その後、日本に帰った私は幸運なことに、日本の風景を描いた作品で世の中に認められるようになった。あの雑誌に載った一枚もそうです。その絵がここまで玲子とあんたを導いてくれたってわけだな。